はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第315回でございます。今回のテーマがなぜ私は継続できないのかというテーマで喋っていきます。でですね、今休校期間になってたくさんのね、ご連絡いただいてるんですけど、その相談メールの中で今2大巨頭があるんですよ、相談テーマが。でまず1個が、新しく高1になりました、中2になりました、この時期何やったらいいですかっていうのが1つで、もう1つが今回のテーマです。メールをね読んでる限りだと、頑張んなきゃいけないのはすごく伝わってきて、そう思ってるんだろうな。でしかも頑張ってる日もおそらくあるんだよね。でも頑張れない日のが多い。だからその頑張るのが継続できないっていうのがあって、でそこに今回はちょっとこうピックアップしてというか、そっちで話していこうと思います。でまずね、先にちょっと謝っておかなきゃいけないのが、今日っていうかね、息子がいる状態の撮影がずっと続いているので、今仕事部屋で喋ってるんですけど、おそらくね部屋入ってきちゃうかもしれないんですよね。そしたらちょっといつも絶対しないんだけど、ラジオ多分切ってちょっと編集してるかもしれない、つなげてるかもしれないんですが、そこはねちょっとすいません、ご容赦ください。でそう、本編にね喋っていくと、ただね、まず大前提として、私ハイチ今もそうですけど、学生の時もめちゃくちゃ継続力が、なかった。まあ今もねないんですよ。三日坊主っていう言葉がものすごく似合う、学生をだったんです。だから母親とかはすごいそれでも悩んだんじゃないかなって思うし、そう、例えば中学の時とかその自覚があったのね、なんかこれをやろうってめちゃくちゃ興味持ったこととかがすぐなくなっちゃう。で例えばさ、テレビとかで、中学生とかでもさ、スポーツでもなんか、芸術系でもなんか才能が突出してる方って特集されるじゃないですか。ですげえなって思って見てて、例えば5歳からずっとやってますみたいな、練習毎日これだけやってますみたいなのを聞くとさ、もう心からすごいと思うの。でもすごいの中でも妬みというか、自分がこう、この人同じね学年なのにさ、自分は何もできねえじゃんって比べちゃって、めちゃくちゃへこみまくってた。もう自分なんてダメやなみたいな、そういう学生だったので、だから今でももちろん継続力がある方ではないんだけれど、それをどう抜け出してどう考えてきたのかっていうのは、きっとみんなにとって、みんなとやっぱ同じような悩みを持ってきたからこそ、ある程度伝えれることもあるかなと思うのでね、まあ、参考になるところがあればいいなと思って話していきます。で、まずね、その継続をできないとこの壁、落とし穴というか壁をね知っておかなきゃいけなくって、3の倍数がキーワードなの。一応俺の中では3の倍数ね。でこれさ、恋愛で聞いたことあるかな。恋愛ってさ、3の倍数の月に分かりやすいってよく言うんよ。特に3ヶ月付き合って3ヶ月目ね、分かりやすい。あと3年とか、まあ、3って結構キーワードになってて、で3の倍数だと6ヶ月9ヶ月12ヶ月1年記念日とかね、まあ、俺は見事に高校の時に1年記念日に振られましたけど、まあ、そんなもあるわけですよ。で勉強のその継続って面でも3の倍数って結構キーワードになってて、まあ、3日坊主も3じゃんね。まず初日ね、もちろんそれ頑張れるわ、勉強やろうって決めたら。2日目もね、昨日始めたばっかだからいけるんよ。もうダイエットとかもそう、まさしくそうなんだけど、3日目、こうまず怪しいよね。でもね、俺の中では3日目ってまだね結構クリアできるんよ。クリアできる子が多かった。怪しいのがね4、5、この辺から怪しい。でその、まあ、3の倍数って言っておきながら3の倍数じゃなくなっちゃうんだけど、3日、次怪しいのがね10日をクリアできるから結構怪しい。10日あたりが怪しくなって、でなんで今回3の倍数っていう言葉を強調してる、10日違うけどね、3の倍数強調してるかっていうと、3週間継続できたらいけるよ。3週間、これがめちゃくちゃミソになる。で3週間の次は俺3ヶ月だと思ってんだけど、そう、まあ3週間6週間もそうなんだけどね、一応まず第一関門、めちゃくちゃ大きな関門、半分以上、いや嘘だな、100人いたら8割9割がリタイアするんじゃないかな、3週間いかないで。そこの壁がクリアできない。なのでまず3週間なんとか自分で決めたことをやり続けられるかどうか、そこで習慣になる、自分の中で。今さ、みんなさ勉強や、まあ、まずねあんま頑張れてなかったり、例えば俺とかね今ちょっと痩せなきゃいけないからさ、ダイエットとか筋トレとかあるわけよ。そういった慣れてないことっていうのは辛いでしょ、やるのが。でも習慣になったらどうなるって、やらないと気持ち悪くなるんだよ、習慣だから。そう、
なのでそこまで持っていくのがまず3週間なのね。いい、覚えておいて。3週間、本気で自分を変えたいと思ったら3週間続けなきゃいけない。で、まあ、ここからが問題よ。いや、3週間どうすればいいですかって、学生のみんなが勉強において、まあ、この休校期間でもいいわ。今、大体4月、まあ、3週間だったら、でも5月6日で始まるかな、どうだろう、7日からいけるかな、ちょっと怪しいと思うんだけど、伸びそうな気がするからさ、休校期間もね。まあまあ、ひとまず3週間ってところをね、1個ピックアップしたときに、どうするかって言ったら、もう自分がね、よくいろんな動画とかでも、ダラダラジオでも喋ってるんだけど、やること決め方、やることを決め方がすごく大事で、目標の立て方というか、とにかく減らす。欲張っちゃダメです。もうこれがテーマです。欲張っちゃあかん。これは学生のみんなが自分自身に目標を立て、まあ社会人の方がね、資格の勉強でも仕事でもそうです。自分自身のタスク、やらなきゃいけないことに関して決めるときに、欲張らないってすごく大事なのね、目標に関しては。親、保護者の方がね、多分聞いてる方も多いので、我が子に、これをやりなさいっていうふうに提示するときも、欲張っちゃダメです。絶対欲張ってあれか。で、まあ、自分がね、去年ちょうど1年前か出させてもらった本にも書きましたけど、目標を立てたらこれやろうって決めたら3割削れっていう能力、7割に減らせと。例えば10ページやろうって思ったら7ページに減らすの、目標は。で、今この休校期間だったらもっと減らした方がいい。半分ぐらいにした方がいいよ。半分ぐらいにするの、減らす目標っていうのは、まずこれが1個テーマ、欲張らない。確かに響きとしてね、じゃあ何、今日一日の勉強何しましたかって、単語100個やりましたっていう人と単語50個やりましたっていう人がいたらさ、どっちが評価されるって。そのフレーズね、100個やりましたと50個やりましただったら、100個やりましたの人がすげえって思うじゃん、みんな聞く、そう思うわ。100と50だもん、比べれば。でも100のやつをやって、それが100個きっちり抑えられてたらいいけど、ちょっとねキャパオーバーで自分の中でちょっと厳しくって、結局ダラダラなってしまって2、30個しか覚えてない人のが絶対多くなっちゃう。目標を欲張ると、自分の身の丈というか今の状態に合わせてやってあげる、ちゃんと設定してあげる。50個って少なく感じるかも、100と比べればね少なく感じるかもしれないけど、50個集中してやって40個覚えてる方、結果的に覚えてる量は多いんだから、だから減らしていく。きっちり絶対絶対クリアできる目標を設定するんです。で、次です。もう一個に関しては、今ね休校期間なので、もう家にいなきゃいけないじゃんか。で、その例えばさ、じゃあ今日朝起きました、今日何勉強しよっかなって、これまずブッブーです。これ絶対やったらいけない。今日何やろっかなって、違う、前日に決めるの。前日の、まあ、よく夜に決めろって言うんだけど、俺は明日これをやろう、これをやる、前日に目標は決める、翌日のね。いい？で、最初やる自信がない方は、まあ、目標を減らすのもそうなんだけど、具体的に決めた方がいい。英単語10個、数学のワーク2ページ、まあ、自分の動画ね、社会の動画3個とかって決めるんやったら、まず朝一に何やる、午前のこの時間にこれをやるっていう、もうスケジュールを決めてしまった方がいい。慣れてる方は複数あっても、その日なんてね、これからやろうとかでもできるんだけど、慣れるまではもうね、タイムスケジュールを決めてしまった方がいいです。今決めやすいから、休校期間、外出とかないから、決めやすい時期だからこそやんなきゃいけない。いいかな。テーマは2つ、欲張らない、もうこれやろっかなって思った半分ぐらいに減らして。それがさ、よくねあるんよ、コメント欄とかでも、もともと1ページって言ったら1ページ半分で、半ページしかないですって。でも半ページだとしても、それ集中してやったら価値があるから。で、もしね、もし半分に減らしたものをやるじゃん、その日目標達成したぜ、頑張ったぜ、なるでしょ。なって、あれって、俺今日まだいけるかもしれない、私もうちょっといけるかな今日、って思ったら足してごらん。プラスアルファはどうぞ。インドってクリアしてんだもん。目標クリアしてたら、まあプラスアルファしようがしまいが、そこはいいんだって。いいかな。だから、目標を半分ぐらいに減らすっていうところと、前日の夜に決める。やることは。そして、それをあとはちゃんとやるんです。ちゃんとやる。いいかな。それを3週間できるかどうか。3週間できたら見える世界変わります。はい。でも先に言っとく、3週間続けたからといって成績が爆上がりはしないです。爆上がりしないよ。勉強はそんなに甘くない、そんなに簡単に成績は上がらないから。けれど、
その勉強習慣っていうめちゃくちゃ強大な大きな武器を手に入れたあなたはこっから上がっていくんだ。上がっていく準備運動が完了した段階なんだ。3週間経ったらね。なのでもし今ね休校期間伸びてしまっておそらく夏休みが減らされます。かなり減らされる。で受験がどうなるかもわからない、わかんないけども、もし今年受験生の方は特に今やっておかないと抜けなくなるよ。夏で、今まで夏で抜いてたものが前倒しになってるからね今。なのでもしね継続できないなって思ってる方、まあ、学生でも社会人の方でもそうなんですけど、今の部分を守ってもらって、3週間長いです、長い長いけれども1日1日クリアしてって、まあ3週間ね、21日間クリアした時に変わっていけます。なのでぜひねそこをちょっと意識してやってもらえたら嬉しいです。はい、私も頑張ります自分にも言えるんでね、まあ自分もよくやってることだからさ、一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで、今回のね、ダラダラジオは以上でございます。この後まあこれをね今投稿してすぐ聞いてる方はこの後、呼び乗り匠とのね、生放送、初めての遠隔生放送ねやりますので、よかったら参加してみてください。ではまた来週何か喋っていきますので、よかったら来週の方も聞いていただけたらと思います。若干噛みましたけどスルーしてください。では今週のダラダラジオは以上です。ありがとうございました。